与沢さん、小島うん。さん、素直にエヴァドームに対してうん。コメントください。メタヒーロスキャン、2人ともしますか？これ、美咲君が最近多分投じられてるから、逆はい。に自分もなんかちょっとどういうのか教えてもらいたいぐらいで、あんまわかんないですよ。まあ、このエヴァドームは、まあ、僕は可能性すごくあるんじゃないかなって思う。個別の、まあ、銘柄っていうかコインについて解説しちゃうと、僕も絶煽っち対にゃやっうてるの。わけじゃないんで、まあ、煽りたくないんで、まあ、あんまり深くは語らないんですけど、まあ、メタバースのジャンルで行くならこれかなっていうのはちょっとありますね。なるほどですね。はい、これすごくいいなと思ったら、すごく確証があるわけじゃないんで、本当にいいなと思ったらドバイまで行って、そのメタヒーロースキャンなんかそのマシンがあるらしいんですけど、そういうのちょっとやってみようかなとは思ってます。はい。なるほどね。ドバイにあるんですか？ドバイにボードメンバーの方がいて、その人たちが持ってるらしいです。なるほど。ちょっと自分も調べてみます。じゃあ。ということで、頑張って更新するんで、皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。おつじる。